イパーソナリティのナノです。ルルです。ニャンキーさんお休みです。お休みです。お休みなのでニャンキーさんのパートを誰が言うか決めるのを忘れて番組始めちゃってしまいました。この番組は沖縄県内の、まあ、サブカルのイベントや、まあ、サブカルにまつわるゲストさんを招いて沖縄のサブカル事情をね世に広めようという番組でございます。はい、この放送収録放送とやっておりまして、今現在生配信はツイキャスにて配信中となっております。コメントお待ちしてます。この番組の放送は和菓子とともに40年、春風堂の提供でお送りいたします。で本日の告知をナナちゃんからお願いいたします。ありがとうございます。先週もさせていただいたんですけど、9月11日日曜日にアニサーというイベントが控えておりまして、このイベントまさかのユニットさんからバンドさんまでたくさんいろんなバンドが出てくるイベントになっております。チケット代なんと1000円プラスドリンクと破格になっておりますので、ぜひぜひお時間空いてる方遊びに来ていただけると嬉しいです。すっごい久しぶりのライブです。よろしくお願いします。以上です。僕的にね、はい、このスーパービッグ、あ、すごい、めちゃめちゃいいバンドさんなんで、ぜひイベントバンド、この時しか見れないかもしれないので、まあ、ぜひぜひ見ていただきたいバンドでございます。すごい面白いセトリいっぱいでございます。うん、知ってるんだ。知ってます。あらら？ぜひ。ではもう一つですね、私からの告知でございます。こちら。ドン。ドン。マジで？すごい。9月21日水曜日、ゆかりのない夜にルルさんソロで出演でございます。すごい、飛躍の飛躍を遂げてますね、ルル様。でとりあえず私ね、まあルルってなってるんですけども、ルルのグラフィティとして出ます。おルルのグラフィティとして、自分でギター弾き語りです。音源一切使いません。アコースティックの、アコースティックでポルノグラフィティだけをコピーして歌うというライブにしますので、今のところ、7曲ぐらい仕上げてますので、その間、どれをやろうって決めてる段階でございます。おー、ぜひ見てくれたら嬉しいな、遊びに来てくれたら嬉しいなって感じでございます。待ってください。よろしくお願いいたします。それではじゃあ、ナナちゃんの方から本日のゲストさんの紹介をお願いいたします。はい、今週もね、元気さまでします。素敵なゲストさんお招きしておりますので呼んでいきます。クロナさん。はい、クロナです。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりです。早速なんですけど、クロナさん、あのラジオの、見てる方含めて自己紹介お願いします。はい、アハハ坊主のクロナと申します。もしくはキャンディーではマクロという名前で活動しております。ボーカリストとしてやっております。よろしくお願いいたします。楽しい。この番組見てる方もハハハ坊主についてはね、説明するも大丈夫でしょうって感じでございます。なので、もうクロナさん単体をちょっとスポット当てていきたいかなと。ぜひ。でナナちゃんは知ってないかもしれないですけども、ナナちゃん、まあクロナさんはね、ハハ坊主に入る前イオンとかで歌謡曲を歌ってたりしたり。そうなんだ。それは本当に知らなかった。ちょっとしたイベントに出させていただいたりしてました。イオンってちょっとしないですよ、すごい。歌謡曲、今年の、先月もなんか、ボーカルソロアーティストで、ね、あれなんですか、あのイベントは。あれは、そうですね、ボイトレの、あ、違います、またそれとは別で、ボイトレをやっているところのスクールのちょっとした発表会みたいなので、少しかっこよいました。セブンスヘブンでしたっけ。セブンスヘブン。で、一人2曲ぐらいを。あれ、そうですね、20曲ぐらい出てましたよね。結構出てましたね。ただ、まあ、出られなくなってしまった方も結構多かった。ああ。ボーカルの教室にも通われてるんですか。そうですね、知れこれ、母は坊主よりも前の話ですか、ね、より前ですね。はい、長いです。全然前です。結構始めたての。何ですか、始めた
でも5年以上はあんまり数えてない。すごい長い。ただ初めの時にはあんまり聞かせられるもんでもなかったので。とんでもない。でもまあその、ボーカル教室通うってことは、はい、あ、歌うまくなりたいなが先なのか、それともステージ出たいなが先なのか。でも歌うまくなりたいなが先ですかね。僕らさんすでにうまいんですけどね。ありがとうございます。私は初めて見た母坊主さんがイメージ強くって、はい、逆にキャンディーさんで見に行きたいんですよね、見たい。あー、なるほど。キャンディーはたまにしかいません。ルルさんお会いしたことあります？キャンディーで。僕は母坊主よりも先にキャンディーでしたね。クロノさんに関しては。だから僕クロノさんに婚約破棄された人なんでね。何それ詳しく。まあ初めて会って歌うまいなこの人かわいいなって思ってて、でよかったら友達になってくださいって手を出して、でクロノさんが手を掴む瞬間に結婚を前提にって言って掴んだの。餃子はクロノさんパイプイってしました。フリートークですって。いや今みたいでこんなにもうはいはいはいっていう笑顔で終わりました。大人。優しい内容だ。でも私なんかあれなんですよ、カワーポーズさん僕ら歌手だと思ってたら、はい、突然なんか3名ですっつってめちゃめちゃ可愛らしいお姉さんが1人増えたと思ったら結構とパワー系だったという驚きが強かったんですけど。ありがとうございます。そうですね、カワーポーズ2人体制でやっている時にカラフィナをやりたいっていう話が出てたらしくて、それでもう一人募集しますというのをツイッターでこうリーダーが流してる。まだいますか？声をかけたところで。初めてのねライブ見に行ってめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。クロノさんが入ってから母坊主さんのボーカルさんたち踊るようになってるんですよね。教えたりする。あ、でもその前から多分めっちゃ踊ってます。なんかあがっつりなんかチューリップ系のなんか振り付けが入ってきたのを初めて見たんですよ。あ、そうなんです。でも多分全然その前から踊ってますし、私もうそんなに踊りが得意なわけではないです。そうですか。まあ、じゃあちょっと母坊さん、今何か募集されてるということで、その告知をしてもらってもよろしいでしょうか。はい。実は、10月1日にライブがございまして、こちらのライブで、曲名が一瞬に出てこなかった、ね、ゾンビランドサガの、サガ事変曲がありまして、こちらの方みんなで踊ってやってるんですけれども、バンドボーカル3人と、あと2人ちょっとダンサーとして募集させていただいております。ダンサー現在、はい、ダンサーさん募集で、現在一人ちょっと募集でお願いしますっていうことに来てくれて、ちょっと決まってるんですけど、あと1名募集してます。だからナナちゃん今チャンスです。母坊主に入れる。ああ、そうですね、入れるチャンス。まあ1日限定だけど、1日限定です。1日限定です。恐れ多すぎてやばい。いやいやいや、もしあのお時間あればぜひぜひ。そうですね、あの女性二十歳以上とステージ経験ありですので、もうすでに横はクリアしていただいてて、顔出しも全然 OK かなって思います。うん、OK ですかなと思うので、ぜひぜひ。ちょっとね、今だったらちょっと早めに一時審査すぐ OK かもしれないけども、一気にバーバってきたらもうオーディションじゃんっつって、オーディションだってやるかもしれない。いやー、緊張はねー。だけど、そうですね。あの、細かい募集要項は、うちのメンバーの銀ジャムさんのところに貼り付けてあるので、ぜひぜひ、こちらも見ていただければ。銀ジャムさんのツイッターから。はい。9月も、ライブがあるということで。あ、はい、9月は9月の18日の。日曜日です。9月18日。日曜日。
サウンズグッドの方でサウンズグッド周年祭に出させていただきます。アニソンバンドを集めたイベントということで、はい、いろんなのが聞けると思います。ぜひこちらも遊びに来てください。ということはまだ僕のところに連絡が来てないということは僕たちは呼ばれてないですね。僕たちってなんだそれは。実は2人ともルルノグラフィティは呼ばれていなかった。ルルノグラフィティって待ってよ。なんだ他に何かアニソンのバンド。なんだっけ、ランペルージだ、ランペルージ。あー、ランペルージさん1回活動してましたよね。一応ね、まあそれはアニソンなんでぜひ呼んでください。そうですね、ケニーさんにこちらもお願いします。ハハハボスのバーターやりますんでね。バーターバーターって何だ、バーターって。黒野さんっていっぱいいろんな活動していらっしゃるんですけど、なんか、はい、あの目標的な何か、なんかやりたいことみたいな、なんかこれはハハハさんとこのキャンディー結構系統違うというか。そうですね、でも意外とハハハ坊主やった曲を知らん顔してキャンディーで歌ったりしますけど。あそうですね、やりたいこととしてはやっぱり、まだ立ったことないステージだったりに立ってみたりだったりとか、あとはそうです、ね、去年ちょこっと見に行ったような基地の中のイベントとかも出れたら嬉しいなって思ってます。あれ復活するといいですよね。もしそうですね、あれすごい行けたらいいなと思ってます。え、もし呼んでほしいなって。出てください、見に行きます。何だっけ、なんていうイベントだっけ、あれイベント名が出てこない。あ、ね、忘れちゃった。コミコン。あ、それだ。ようすごいすぐ出てきたもんですよ。結構早めに出てきたなと思ってよかったです。コミコンに出演されたいと。そうですね、できるなら。じゃあミサトンさん頑張ってもらうしかないですね。リーダーさん。リーダーに。ちなみに番組聞いてる方ね、ミサトンさんって方はハーハーボーズのリーダーさんでございます。で、すごいです。名前、あだ名に一切ミサトンの文字は一文字も入ってません。そうですね。なんでルルさん知ってるか。しっかり別の、 あの番組の、本人が言ってたことをちゃんと覚えて持ってきてますね。ゲーマーです、ゲーマーです。ゲマのオタクです。ということで一旦 CM でございます。戻ってまいりました。ナナちゃんどうぞ。ここからはゲストさん、黒田さんを含めて人狼ゲームやっていきます。一日限りずお題を喋っていくんですけれども、嘘つきが混ざっていますので、その嘘つきを探していってください。今週のお題は、私がハマっていたテレビドラマです。ルルさんから。ルルさんからいきます。よーい、スタート。ルルさんですね。ハマってたドラマ。これね、海外ドラマの先駆けと言っても過言ではない、24でございます。ジャック・バウアーさんでございます。そう、まあ、今日も忙しい一日から始まるぜみたいなね。あれ、画期的だったんじゃないですか。24時間。24話で終わるという。で、CM、1分 CM したらタイマーの方も1分ちゃんと過ぎてるという。リアルタイムの24時間、24です。では、続いて、ナンナちゃん。よーいスタート。はい、私が好きなのは実は私あんまりテレビ見てなかったんですけど、見てハマってしまってわざわざ録画してまで見るようになった久しぶりにハマったドラマが逃げ恥、逃げるは恥だが役に立つでした。あれめちゃめちゃハマってしまって、もうガッキーと星野源の楽しすぎて、あの駆け引きなのか駆け引きしてないのかなのむずきみたいな感じでたまらんくって、久しぶりにハマったドラマでしたね。なるほど。なんか私あれが一番好きです。はい、じゃあ最後黒野さん、はい、よーいスタート。はい、結構昔のものにはなるんですけれども、動物のお医者さんというドラマにハマっておりました。とハスキー犬が、獣医学部の学生さんが主人公のドラマで、のんびりとした雰囲気と、あとはめちゃくちゃ動物がだったり人間だったりも漫画が原作なんですけど、漫画に方にもすっごく似たのを集められていて、
かつすごい明らかにはしゃいでる顔が見えて、それがすごく かわいかった。では議論時間は6分間です。頑張って嘘つき人狼さんを探していきましょう。おはようございます。ありがとうございます。難しい意外とどれも面白そう、ま、クロノさんの作品だけがちょっと分からなかったです、はい、あらあら、それはサンデーに連載された漫画の実写ですかね、はい、いえ違います。あのなんていうんだっけ、少女漫画です。花と夢のものです。結構本当に漫画自体は私が生まれるよりも前の作品で、それはなんか何十年か経ってからまたドラマ化してみたいな形、リメイクされた感じの。リメイクされた。ちょっとだけツイキャスのコメントを、はい、アラさんから平和村ありってきたんですけど、今回ですね人狼1で市民のカード2枚配っております。説明するの忘れてました。確実に嘘つき人狼さんがいます、はい、ということで戻ってきましょう、優しい写真さん、写真さんからシベリアンハスキーが出てくるやつねっていうドラマ、やっぱ知ってるんだ。ちなみにこれはい、沖縄やってました。沖縄やってました。はい、やってたはず。でも結果的になんか割と配信じゃないけどなんかそれで見てた。あ、じゃあ沖縄やってた、やってた、やってましたよ。あ、クロさんが見たのは配信で見たんですか。配信というかまあそんな感じの DVD 特典とかを見てたのでDVD 特典、はい、見てたクソかわいい。アラさんから、ナンナちゃん、ニーハジのエンディングの曲踊れる？踊れる？上の中にあるもの。はい、ちょっとあれめっちゃハマってた。本当にあのいとこの子供があのハマりすぎちゃってこれしか流してくれなかったんです。私のプレイリストの中から一生聴き続けてましたよ。あ、で結果的に踊れるんですか？踊れますよ。はい、ちゃんと。あれ、うん、踊れるよ。みんな踊れるでしょ。これはやってたよ。うん。怖いよ。分からない、どっち。クラノさんは今誰かってありますか。はい、実は24もあのクラノさん動物推しさんどっちも知らなかったんですよ。知らなかった。24知らないの。わかんないです。なんかあれですか、なんかチカ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 チずっとテレビやってる間ずっとカチカチ言ってる番組だったかなとか思って。あ、そう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 、音だけ知って。そう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 、怖いんです。あの音気になるともうチャンネル変えちゃったなんか焦らせられてる気がして変えちゃった。うん、あれ面白かったのかちょっと残念。見たけど、だから本当にあれから海外ドラマがもう日本に輸入がしまくってきたんじゃないかな。イメージがそうですね。うん、やだけどなんかクロノさんとワンちゃんって似合うなあ、 ありがとうございます。クロノさんは誰か、はい、怪しい人いますか。そうですね、ちょこっとだけダンスの雰囲気でナンナちゃんを疑ってます。雰囲気がすごい。あのあとはまあこのもののエピソードもそこは知ってるけど実は見てなかったとかそういうのじゃないか。なるほど。ああ、これだけ流行ってたからね。そうそうです。まあハグの日とかありましたよね。なんか毎週何曜日だけみたいなやつですよね。火曜日でしたっけ。なんだっけ、可愛かったなで、なんだなんだなんだ、わかんない。いや、あのまあ疑いが強かったっすね。そんなに詳しく覚えてないでしょ。ものすごく忘れっぽいか嘘かのどちらかかなと思ってます。まあ、僕は24はもうテレビ自体がもうあの時バラエティのすべて24のパロディやったぐらいハマってて、それを見てそこから逆輸入で見たんですけども。あ、じゃあ後から見て。後から見た派なんですけども、クロノさん、ナナちゃんはその作品はリアタイで見たんですかね。はい、録画して見てましたよ。あとはやっぱり DVD ですね、借りてきて。まあ、その作品を知ったきっかけとかあれば教えてもらえたらなって感じです。うん、クロノさんはあります、知ったきっかけ。そうですね、知ったきっかけは普通に CM で出てて、あ、
もともとの漫画自体はずっと原作は持ってたっていう。おー、はい、私もだったかな。2話ぐらいから見たのと思います。多分たまたまご飯食べてる時にやってて見たぐらい。いや、おもろみたいな。なんか個人的にはガッキーお手伝いさんってもなんか贅沢だなぐらいから見始めたドラマだったんですよ。なるほど。あ、まあまさかそのままねリアル逃げ恥になるとは思わなかったですよ。美味しいじゃんあの2人、素晴らしい。このボードがそのまま続いてるのはいいですね。あれがきっかけってでもなかなかさらに美味しいじゃないですか。確かに。いや、これ嘘つきいるんです。だからどっちも知らないけどどっちも疑いようがない、うん、でもね、多分今日なんだちゃんだと思う。だってこれ黒田はもうリアル、リアルだと思います。花と夢もすごいパパって出てきたし、あ、好きなんだなって、もうこれしかないと思いますよ。私のことを白状しなさい。はい、議論終了でございます。困っちゃったな。はい、はい、ツイキャスでご覧の皆様も、まあ、ぜひね、人狼さん言っていただけたらなって感じでございます。はい、待ちしております。はい、それでは、これから 3,2,1 って言ったら人狼だと思う方の名前を言ってください。はい、ではポーズお願いします。ね、決まりました。はい、では人狼だと思う方の名前を呼んであげてください。3、2、1。なんなちゃん。なんなちゃん、うー、マジか。なんなちゃんは誰。なんなちゃんはルルさん。ルルさん OK でございます。ツイキャスのコメントの方をちょっと呼んでいきたいと思います。まずナルトラさん、なんなちゃんに1票、沖縄のかりさん、ルルさん、マーシーさん、なんなちゃん、サローニさん、なんなちゃん、アラさんはクロノさんに入れたのかな。おお、って感じでございます。それでは行っていきます。はい、答え合わせでございます。旦那ちゃんを追放して村に平和が訪れたのか。人狼さんカミングアウトガオでございます。ルルさんでございました。ルルさん、ルルさんでございます。まあ、ルルさん24なんて見たことないです。マジでマジで見たことないです。逆に情報がなさすぎて撮れなかった。という形で、番組の都合あと1分30秒ぐらいですね。まずは、はい、告知の方から再度お願いいたします。あ、はい、ハハハ坊主一番最新では9月18日日曜日にサウンズグッドにてライブさせていただきます。こちら告知がそうあったかな。そうですね、夕方からの、こちらは夕方からの方ですね。18日夕方から周年祭ですね。そうですね、オープン17時半スタート18時となっております。で、1500円プラスワンドリンクオーダーになっております。もう一つは、ライブ告知というよりも、メンバー募集です。メンバー10月1日オンリーですが、ダンサーさん募集しております。こちらも、2名募集していて、そのうち1名は決まりましたので、あと1名募集しております。20歳以上の女性で、20歳以上の女性でライブステージ経験者ダンス合わせの練習に参加できる方、顔出しや動画撮影公開が可能な方とさせていただいております。ぜひお声掛けください。こちらはメンバーのインジャムの方までお願いいたします。ゾンビランドサガの曲ですね。はい、ゾンビランドサガの探し編をいただきます。ぜひお声ください。私がまた来週